はい、こんにちは。坂井ギタースクールです。コメ読み行ってみたいと思います。坂井先生こんばんは。弦をこする時のキュって音ですが、ビラロボスさんのプレリュード1番や2番、エチュード1番など、あのキュッキュッって音が出やすい、出る前提みたいな曲もあると思うのですが、あれはあえてキュッと音を出すのか、それとも極力ノイズを出さずに弾くのがいいのか悩みどころです。セゴビアさんは弦をこする時の音を、これがギターらしさなんだと言っていたと何かで読んだことがありますし、いかがなものでしょうか。いやー、これはね、僕何度かまあこの辺の話もしてますよね。やっぱりテーマにというか話題に上りやすいことだと思うんですよね、このキュッキュッっていうこするノイズ。ちなみに、あ、これは今研磨されてる弦貼ってあるけど、まあ、そこまでノイズ低減されてなかったっていうね、うん、ビラロボスエチュードとかね、エチュード1番、多分これね、この同じで戻っていく、前奏曲の2番、これか、このうん、同じ形でズッズッズッと動く、この辺のノイズっていうのは出やすい、うん、僕はね、決してこれ出る前提だとは思ってないですね、うん、出る前提じゃないと思います。出やすいのは出やすいんですけど、これは極力、僕はですよ、極力ノイズを出さずに弾くのが良いと思います。極力ノイズを出さずに演奏しようと心がけてやったってノイズがね出ちゃうっていうのがやっぱりこのギターの巻き弦なんですよ、うん、でも本当に極力ノイズを抑えてっていうのはやったとしてもね、うん、でまあセゴビアさんは弦をこする時の音、これがギターらしさなんだ、うん、あのね、でも僕別にその弦をこする音っていうか、少しこうさっさっと入る、音は僕も結構好きだったりはするんです。このちょっとわかるかな、このねキュッじゃなくてスッスッっていうちょっとかさついた音っていうか、だけどノイズ認定、僕の中でのノイズ認定はこれ、これこういうの、これはいいんですけど、こういうの、この辺の音は明らかにギターらしさどうこうじゃなくて、僕はもう絶対ノイズだと思うんです。もうノイズなんですよね、うん、だからノイズとそのこすってるサーっていう音はちょっともうね、完全に僕はもう別物な気がして、そのキュッキュッっていうキュッっていう音が出た時点で、やっぱりね、もう耳障りじゃないですか。耳障りだと思いますよ、うん、
だこういう音を極力出さずにこう、うっすら出る分にはこうね、聞いた時にああギターらしい音だねっていうのはもう全然いいと思う、全然いいと思うんだけど、うん、だからといってノイズ出しても OK だよって言ったらもうね、とんでもないことになります、うん、僕はそう思います。とんでもないことになる。もうキュッキュッキュッ、もうサッサッサじゃなくてもうキュッキュッってなって、ちょっと聞いてらんないんですけどっていうぐらい、そのね、まあ聞かせたい音じゃない音じゃないですか、うん、でそれはギターらしさって言っちゃいけない音だと僕は思います。だからセゴビアがそのこれがギターらしさだって言ってたので、キュッキュッっていうその耳にうってこう刺さる音のことをギターらしさだと言って片付けていることなんではな、じゃないんじゃないのかなとは思うんですよね、うん、スッっていうそのね、まあ弦をスルッと滑らせる時に出てくるサーっていう、なんかそういうのはね、ギターらしさっていうのでいいと思うんですけど、まあたまに鳴ってしまうノイズっていうのもね、もうそんなの、まあ、しょうがないっちゃしょうがないみたいなところはありますから、そこを鳴らさないようにばっかり気をつけてるっていうか、ね、そこに気を使いすぎててもなんか演奏できなくなっちゃったりとか、そういうのもあると思うんで、まあある程度妥協したりとか、どうするかなっていうのはあるんですけど、でも、そうでね、この間まあ YouTube でセゴビアの演奏とかいろいろ聞いたり、あとは Apple Music とかでもセゴビアの演奏をいろいろね聞いて、確かにね、もう曲によってね、まあ、何の曲だったかはもう忘れちゃったんだけど、もう曲によってしょっちゅうキュッ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 って録音に入ってる曲もある、でもさすがにそれを聞いてね、まあさすがにこれはちょっとノイズ出すぎだなって思いながら聞いてましたけど、ね、だから別にそのノイズがいいとは僕は全然思わなくて、音がノイズが出やすい、キュッキュッっていうのが出やすいのは出やすい、でもそれを出してもいいと思っちゃいけない、出ないように頑張って、で、自然なギターらしさっていうところに落ち着かせないと、大変なことになっちゃう気がしますね。はい、まあ僕はキュッキュッは、ノイズです。ノイズっていう。だからもう邪魔な音なんですよね。なので、そういう音はギターらしさにしちゃいけない音だと思います。それとは別のするっていう、ギターだからこそのするするっていうあの感覚、そっちがギターらしさって言うべき。みたいな、そんなところが僕は、そんなところがっていうか、そんなところを感じてます。はい、というわけで皆さんからのコメントどしどしお待ちしております。気軽にコメント書いてください。